新潟が世界に誇るコンテンツの数々、その魅力が大集結する一大イベント、クールジャパンエキスポ in 新潟が新潟県に初上陸。イベント当日は実際に現地を訪れ、見て触れて体験できるバスツアーも同時に開催。この番組ではクールジャパンエキスポバスツアーのクールな魅力を、当日も添乗員として同行する新潟お笑い集団なまらの芸人がクールに一足早く紹介しちゃいます。それではいっそうこう、新潟って面白いツアースタートです。春巻まさしです。2人合わせてジャックポットです。さあ、我々ジャックポットが村上のクールなスポットを紹介していきますが、任せください。村上でクールといえば何が思い浮かぶんですか？いっぱいありますよ、うん、ほら笹川流れとか ね、 あ、 いいね。あと平野歩夢君とか、かっこいいよね。あとかな子とかね、春樹とか。いや、それ村上違いだよ。いつクール、いや、そういう寒いギャグを言ってクールにするとかそういうことじゃないの。あ、違うのね。このクールっていうのはかっこいいねとかイケてるねって、そういう意味合い。褒める方のクールね。そう、今日は村上のクールな場所たっぷり紹介します。紹介しましょう。さて、この時期村上といえばこの三面川で獲れる鮭。鮭ね、はい、そんな鮭にどっぷりハマれるクールな場所があるので、おクールな俺についてこい。クールなあなたについてきます。ついてこい。いや、背中がクールになってる。やってきたのは日本初の鮭の博物館、伊予保谷会館。村上市を流れる三面川の鮭に関する歴史や文化などを知ることができる、とってもクールな施設。ここで案内してもらったのは、今しか見られない貴重な鮭の様子を観察できる場所。今年の三面川に帰ってきた鮭が今ここに入ってます。でっか。これはあのちょうどじゃあ会館の裏手にあった三面川から捕まえてきた、はい、そういうことです。10月から12月の頭ぐらいまでしかですね、この会館でもこの親鮭は見ることができません。どちらがオスかメスか分かりますか？どちらがオスかメスか、ちょっと小ぶりだなと思うのはね、だいたいメス。あ、メスが小さいんですね。大ぶりだなと思ったらだいたいオスで、顔がねいかつい顔して、とんがったような顔してるのがオス。じゃあこれオスかな。あ、そうですね。あ、あのちょっと丸っぽい感じの顔のほうがメス、はい、で海で蓄えた栄養だけで生きています。だから川に入っちゃうと餌食べないんですよ。だからここに入った先はもう餌食べないんで、あとは成熟してここで卵を産む予定なんですけどね。この中で産卵するんですか？産卵します、今日運が良ければ見れますよ。お客様で何人もここで産卵シーンを見ておられる方がおられます。すごい。皆さんも運が良ければ貴重な鮭の産卵シーンに遭遇できるかもしれませんよ。鮭を愛するホットな館長から鮭の生態を学び、その後も村上の鮭の伝統文化に触れた2人が、続いて体験するのはお待ちかねの鮭料理。やってきたのは江戸時代から続く老舗料亭能登新。バスツアーでも訪れるこちらで堪能できるのは、うわー、美味しそうな料理がもうすごいたくさんありますよ。これはどういった料理なんでしょうか？はい、こちらは全て鮭を使ったお料理になります。こんなに種類ってあるもんなんですか？はい、村上では100種類を超える鮭料理があります。100種類？ちょっと待ってくださいね。シロ、お前誰なんだよ急に変わって。わしは貝原優さん。貝原優、あ、グルメ通みたいなんですけど。あ、貝原さんなんですね。今日は究極の料理を探しに参った。茶番はさておき、まずいただく鮭料理は、お前菜の方から、はい、こちら笹の器に入っておりますのが、はいはい、鮭の白子の旨煮とどんびこの旨煮と申しまして。どんびことは何でしょうか？はい、知らないですか？
ドンビコとは鮭の心臓のことをドンビコと申しまして、村上では生きてる鮭をさばく習慣がございまして、はいはい、ドックンドックンがドンビコドンビコと聞こえたところからドンビコという名前がついてございます。心臓の鼓動がドンビコって聞こえるからドンビコと言われている、はい、まずはそのドンビコからいただきます。貝原先生、お味は？あ、料理長を呼べ。こっちだよお前な。料理長こっちだよ。大変美味しい料理。美味しい。魚の中では感じたことのない食感。すごくもちもちしていながらも、はいはい、まろやかな味が口の中に広がりますな。あ、最後は貝原さんに戻っていくんですね。続いて揚げたイチジクの上に鮭の頬肉を使ったほっぺた味噌を乗せた一品。前菜ですから。おいしい。おいしい。二つ目でもうおいしい出ちゃったらもう何も出てこないよね。イチジクの甘みとそれをさらに引き立たせるこのほっぺた味噌、このマッチがすごいね。あの鮭のほっぺたのまあ旨味と、はい、あの食感とちょっとコツコツしたのがほっぺただと思っていただければ、うん、普通の味噌というよりはこう食感なんかも楽しめると。そうですね。その他にも蒸し物に、お造り、揚げ物など鮭を使っている料理だけでも10種類もの味が楽しめる能登新の鮭懐石。中でもこの季節にぜひ食べておきたいのが、地元岩船産コシヒカリの新米の上に今年三面川で採れたばかりのはらこを乗せたはらこ飯。素晴らしい、この宝石のような輝き。はい、うん、あ、やっぱりこれはもう言わずもがな、うまいな。もう言うまでもなく、うん、ぜひこのツアーに参加してこれを味わっていただきたい。米もうまい、うん、腹子も最高にうまい。これはでもぜひ来てみてね、うん、食べてもらわないとこの感動を味わえませんよね、うん、しかしこの料理を食べて気づきましたが、うん、鮭は本当に捨てるところがないそんな魚ですな。はい、そうなんです。村上の鮭は頭から尻尾まで余すことなく使うのが、伝統的な鮭料理の一つになっております。鮭尽くしの今回の旅のプラン、最後ももちろん、さあお土産をたくさん買おうということで我々やってきました、はい、こちら岩船港鮮魚センターです。瀬波温泉にある岩船港鮮魚センターは地元岩船港で水揚げされた新鮮な魚介類はもちろん、人気の一夜干しは種類も豊富で最高の状態に干し上げた出来たてを販売している人気のスポット。こちらでの一番のおすすめのお土産といえば何でしょうか。はい、こちらにずらっと並んでおります銀鮭の味噌漬けがおすすめです。味噌漬けうまそうですね、はい、この味噌も地元の味噌を使って調合しておりますので、はい、うわ絶対美味しいよ。こだわりにこだわり抜いた味噌漬けでございますから、はい、やっぱりここでも鮭出てきましたね。やっぱり鮭なんですね、ということで自慢の味噌漬けを特別に試食させてもらいました。ちょうど良い塩加減、うん、香りもいいし味もいいし、はい、村上のお酒キュッといきたい感じ。あ、いいですね、あとあの新米のコシヒカリとも最高ですね、はい、お土産買っちゃいましたよ。大野さんも買いましたか。私もついつい買いすぎてしまいました。いや買いすぎだろうね、いやでもね素敵なものいっぱいありましたけどやっぱり村上といったら鮭でしたね、まあ、鮭はこれからの季節、うん、世界にも誇れるクールな一品でしたね。そうですね、はい、魅力満載でございます。さあ続いては五選手のクールを紹介してもらいましょう。出来心の2人、はいはーい、こんにちは。さあこちらは、五選手のクールを満喫しに来ました出来心です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあこちらはですね、うん、五選手の昼の地区という場所なんですけれども、通称黄金の里と言われてまして、イチョウの木が100本ほど植わってまして、はい、もう11月ぐらいになるともうそれはそれは綺麗な紅葉に、あーなるほどね、なっているということなんですよ。ちょうどいいわけだ。そうですね、あ今回のテーマがですね、テーマ心穏やかにと。心穏やかに、はい、心穏やかに
全然穏やかじゃないよ。心穏やかに古体験をすると。古体験いうのが今回のテーマでございます。ほう、な、俺らでいいのかい。いやもうね、心穏やかにと言ったらやっぱ出来心ですから。あー、なるほど。アニご戦士最初のプランは静寂の中、心と体をリフレッシュ。どんな体験が待っているのか。いやなんか、空気がピリッとしてる感じしますね。いや変わったよね、ここはどういった場所なんですか。これから自光寺というお寺さんに向かっております。はい、はい、その向かうところの杉並木になっております。なんか一本一本すごい太いですけど、これ樹齢どれぐらいなんですか。樹齢は300年から600年ぐらいっていうふうに言われています。600年。はい、五線紙の名刹自光寺へ向かう参道500メートルを覆う杉並木は県の天然記念物にも指定されていて、その道中には数々の伝説や神秘的な話が伝えられているんです。上をご覧になっていただきますと、左上のうわ何これ。枝が竜の形に見えるということから竜神杉というふうに言われております。竜神杉、はい、ここがいわゆるパワースポットということでご案内をしております。すげえ、本当に竜じゃないですか。え、これ誰かが彫刻したとかじゃなくて。そうではないです、ね、自然とできたんですか。天然ですね。天然。その後も鈴木さんのガイドで歩くこと10分ほどで自光寺に到着。失礼いたします。うわ、いや大きいな、すげえ。こちらの建物が、まあ、自光寺さんになりまして、ここの特徴は作りがカタカナのロの字の形になっておりまして。なるほど、ロの字ね、はい、で回廊でつながれておりますので、はい、ちょうどこう一周できるというような形になっております。本当だ、トンボが頭に飛ばしてます。すごいタイミングでトンボ乗ったけどこれご利益だな、これ。そうですね、歴史あるこの名刹で体験できるのが世の中。すっきりしたね。そうですね、あれの途中僕たち何も動いてなかったんですけど、なんでこうパンって叩かれたんですか。これは姿勢が悪いとか、あるいは崩れてるというようなことになりますと、見れることがありますけれども、霊作といって一生懸命座ってるんだけども、ますます励みなさいという奨励の意味で燃えります。あ、なるほど。なんかもう僕途中からもう雑音が一切しなかった。本当に、なんか壁の木目と一つになった気がするわ。木目と一つ、都会の喧騒から離れて自然の中で本格的な座禅を体験してみてはいかがでしょうか。五選手2つ目のプランは地元食材をふんだんに使った料理を満喫。かわいいあの子って何？ということで出来心がやってきたのは村松地区で100年余りの歴史を持つ老舗割烹新滝。いや見てください、これすごいね。めちゃくちゃ豪華なランチを。よだれが止まらんよ、ね、岩も綺麗ですしね、池も見えて、鯉が泳いでるのを見ながらランチを食べられるという。いやめちゃくちゃ贅沢ですけど、これじゃあちょっと料理、はい、いろいろ聞いてもいいですか。地元の料理、それから地元の産物ということなんで、まず最初にこれかき揚げなます、新潟の郷土料理ですね。そして黄色いのが地元のかぼちゃを使ったかぼちゃのクリームまんじゅうなんですよ。クリームまんじゅう、かぼちゃの、そしてばのっぺです。のっぺ、青い銀杏がありますけどね、これが先ほど行かれた自光寺の元の昼野の銀杏です。今年の初物です。初物、はい、それからレンコンのハサミ揚げ、そしてこれが何だか分かりますか。ごろご飯、なんだこれ、なんかこし油、こし油、こし油のご飯で山菜の、まあ、村松では山小柄というんですけど、はい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 、そのご飯です。すべて地元の食材です。うわ、なるほど、お五線が誇る食材のフルコースですね。フルコースだね、はい、いいですね。食べていいですか。だいぶね、はい、のっぺいこいただきますね、はいはい、のっぺいきましょうか。これ五線の里芋。そうです。うわ、いただきます。うまっ
柚子がほんのり効いててうまいっすね。あ、銀杏美味しい。うん、銀杏もうまいね、これね。ちょっとこっちのレンコンも食べてもいいですか。どうぞどうぞ。これレンコン、これハサミ揚げですもんね。ハサミ揚げです。いわゆるあの木越しのレンコンですね、五線の。何これ、歯ごたえはすごいね。歯ごたえシャキシャキで、ひき肉がこのレンコンの持ち味を最大限に生かしてるね。すごいいいコメントできたね、今俺ね。この後、地元の伝統の食材で出来心も困惑の事件が発生。五線の老舗割烹の味に舌鼓を打つ出来心のお二人。続いて滝沢社長がおすすめしてくれたのは、この小さな器に入った料理。ん？何これ、すごいちっちゃい魚が入ってます。これ魚ですよね、はい、見てたって何だかわかるか。え、これあの いやいや、それとは違います。違いますよ、ね、サイズが違うけどね、はい、いただきます。メダカなんですよ。言っちゃったよ。当てられなかった。申し訳ない。でもね、骨もすごい柔らかくて食べやすいですね。そうですね、お酒好きな人はメダカを喜んで食べます。あ、なるほど、これもそうか、五線の食材なんですね、うん、メダカも、うん、五線市3つ目のプランは、オープンから1年、五線の魅力が詰まったスポットへ。ということで、出来心がやってきたのはラポルテ五線。コンサートができる多目的ホールや、五線市が誇る特産品などを販売する産直ショップやカフェ、子どもの遊び場も備えた五線市の交流拠点複合施設です。今回は産直ショップの川又さんにおすすめのお土産ベスト3をお聞きしました。それでは川又さん、うん、第3位は、おめさんちののっぺ汁。おめさんちののっぺ汁、これね、のっぺ汁の缶詰です。缶詰、そう、これパカッと開けて、で温めて食べます。しかも五線の里芋が入っているので、真っ白の美味しいのが入ってます。一番美味しい時の里芋が詰め込んであるので、なお美味しいです。うわ、めちゃくちゃ美味しそう。ぜひぜひお試しください。食べてみたい。そう、これがね、第3位。続いて第2位は、カイマスさんの稲荷餅。稲荷餅、美味しいんですよ。うち去年オープンしたんですけれども、一番、ごめんなさいね、売れてるんです。一番売れてるの。どのくらい、なんか生産が追いつかないぐらい。そのくらい、そうなんです。無理やり今日入れてもらったんですけど、でそれで第2弾として、うん、この秋出たのがよもぎになりますね、うん、でもやっぱりこっちが私は好きかな。なるほど、あなたの好みはどっちでしょう。どっちだろう。ラポルテ五線のおすすめお土産第1位は、第1位はだだだだだだだ、マダムマルさんの黒いちじくです。黒いちじく、そう、黒いちじく、そうな、黒いダイヤって言われていて、ほんの短い期間しか栽培されないんですけれども、うん、皮ごと食べれて、うんうんうん、蜜がものすごいので、うんうん、なんかね、早く食べてほしい。あ、ちょっと食べたい。しょうがないな。食べられるんですか。じゃあこちらをどうぞ。うわ、すごい、はい、表面にも蜜溢れ出してる。そうよそうよ。すごい、黒いイチジクや。あ、そのままそのまま。全然うまいこと言ってないよ。ちょっといただきますこれね。いただきます。皮ごといける。皮ごといけます。何これ、すごい。すごいでしょ。あんま。あ、そう。めちゃくちゃわし、皮柔らかいですね。そうなんです。うわ。濃厚。わかる。何これ、めちゃくちゃ美味しい。ね、本当に他のイチジクが本当食べれなくなっちゃうぐらい。うん、そうですね。これ逃したらもう手に入らないですもんね。そうですね。来年のお楽しみになりますね。なるほど。はい。じゃあ買うなら今しかありません。はい、というわけで秋の五線市巡ってきましたけれども、うん、巡りましたね。もう人も景色も食べ物もめちゃくちゃクールでしたね、うん、いや本当に今日一日で僕だいぶかっこよくなったと思います。クールになってる。クールになってるでしょ。ちょっと違いが分かりません。はい、さあ続いて南魚沼市のクールです。森下さん、
はいはい、森下です。見てください、この絶景すごいでしょ。今ですね、六日町八海山スキー場のロープウェイに乗ってます。360度ぐるっと南魚沼の大パノラマが楽しめます。ということで、南魚沼市最初のプランは雄大な八海山の景色を堪能しています。八海山ロープウェイは標高1147メートルの山頂駅までの全長2217メートルを7分で結んでいます。今年は11月6日まで紅葉営業を実施。スノーシーズンではない秋の南魚沼を楽しむことができるんです。ここが山頂ですね。そうですね、こちら山頂駅になります。結構寒くなりましたね。そうですね、下と5度ぐらい気温が違いますので。そんな違うんですか。肌寒く感じると思います。ねえ、え、すごい、めちゃくちゃ綺麗な景色ですね。はい、今日は雲海が出てとっても綺麗ですね。はあ、あの雲の感じ、これ雲海ですね。はい、こちら雲海になってます。雲海っていうのは毎日出てるわけではないんですか。ではないですね、やはり気象条件が揃うと、うん、発生するという形になってます。じゃ今日はめちゃくちゃ当たりな日、珍しい日でになってます。季節によっても楽しめる景色っていうのは変わるんですか。そうですね、これからは紅葉が綺麗ですので、うん、ブナの原生林の紅葉を見ていただけるかと思います。じゃあ今はこう緑の景色もどんどんとこう赤く黄色くなっていく。はい、黄色になってきますね。はい。さらに笛木さんのおすすめのスポットがあるということで、山頂駅から5分ほど登ったところにある展望台に案内してもらいました。息は切れますよ。こちらですね。あー、なるほど、山の紅葉が見れるってことですね。はい、八海山の紅葉がここからだと一番よく見えます。もうすでにねグラデーションになってますけど。そうですね、これからもう少しまだ色づきますので。いやでも本当目の前にねドーンって紅葉が見えるっていうのはいいですね。そうですね、お花畑みたいですね。景色を堪能した後は食欲の秋を満喫。おにぎり&きのこ汁祭りでは紅葉を見ながら南魚沼産コシヒカリの新米と旬の味覚を楽しむことができますよ。南魚沼市2つ目のプランは、南魚沼市は新潟県内で随一13もの温泉地がある場所。その南魚沼温泉郷で最も大きな温泉地である六日町温泉にやってきた森下さん。今回はバスツアーでも訪れるホテル春菜の庄坂戸城で入浴を楽しみます。いや気持ちいい。ようこそお越しいただきまして、 ありがとうございます。いらっしゃったですね、はい、いや、いいお湯ですね、はい、結構ねこうツルツルする感じね、はい、されると思うんですけど、はい、塩化物泉と、はい、それから単純泉と両方の泉質があるんですけども、はい、今塩化物泉はちょっと強くなってきてるような感じで、はい、そうするとどういう効能があるんですか。はい、結局ねお肌にすごくいいんですね。だから美肌の効果がありますので、非常にお客様からは喜んでいただいてます。ずっと入ってられますね。坂戸山を見ながらねゆっくり入っていただけますので、ぜひお楽しみいただきたいと思います。一袋浴びた後はお待ちかねのお食事。南魚沼の新米をたっぷり堪能しますよ。いや豪華な料理が並んでますけど、これは何ですか。はい、こちらがねお立ち飯でございます。戦国時代、普段上杉家は非常に質素な食事だったんですが、うん、いざ合戦という時にはですね、山海の地味をたくさん用意してみんなの士気をこう盛り上げるためにね、うん、たくさん食べさせたという。確かにこれ食べれば士気は上がりますね。当時のごちそうを今風にアレンジしたお立ち飯、一番のおすすめはこの竹の皮にくるまれた新米の握り飯。白米と玄米で1合ものボリュームです。まあ、正直現代人1合でも多いような気もね、そうですね、しちゃいますけども、これは大きいですよ。食べ方は自由ですが、いくつかある薬味の中からまずは地元の手作り味噌をつけていただきます。うん、うん、
やばい。いやもう白米本当に美味しいんですけど、この味噌のコクが来て、とにかくご飯進みますね。でこれあの売店でも販売してるんですね。なるほど、商売上手ですね。そんな商売上手な社長からもう一つエピソードが。その今白い器、ちっちゃいのがあります。一番向こうの これですかね、はいはい、なんか粒が3つ入ってますよ。戦国武将の気持ちになれるかもしれないこの食材の正体は、果たしてこの食材の正体は。それ山椒の実なんですね。ほい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 、直江兼続公の朝ごはんのおかずは山椒の実3粒。あ、もう3粒なんですか、はい、これでご飯を食べれば兼続公の気分が味わえると、はい、僕も、はい、お腹を愛で満たしたいと思いますので、はいはい、いただきます。どうぞ。山椒の実なかなかそのまま食べるって機会がないんですよね。うん、なかなか、おー、スパイシーですね。うん、うわ、うーん、おいしい。あの最初結構山椒が強いかなと思ったんですけど、ご飯で食べるとちょうどよくなりますね。そうですね、うん、うわ、この香りとご飯の甘みがすっごく合います ね。続いて自慢の味噌漬けを自ら炙ってご飯をいただきます。地元の越後もち豚でございます。うん、もっちもちですね。そうですね、程よい油分があって、うん、はい、でその味噌の海苔もちょうどいいかと思うんですけどもね、はい、うん、あ、すみません、ご飯、すみません、さ、あの、あ、どうぞ。残ってるうちにご飯食べていいですかね。すみません。これまたお口の中でね、ちょうどいいハーモニーになるんじゃないかと思いますけど、はい、口の中で歴史も感じれてで美味しいじゃないですか。言うことないですね、うん、ぜひね、はい、舌で地域と歴史を楽しんでいただきたいと思います。新潟のクールな魅力を一気に紹介してきましたが、いかがでしたか。今日番組で紹介した旅の一部をなまら芸人と一緒に体験できるバスツアーが11月5日6日に開催されます。各コースとも参加者募集中です。お問い合わせはこちらまで。